まあ、今セットピースやっぱり昨年のワールドカップでも日本というのはセットピースを崩壊したと思いますので、もうセットピースの安定、これがもちろんその試合に勝つということもそうですけれども、フォワード の, そのコーチとしてセットピース安定することが大事ですね。はどう思っているかということですね。まあ、同じような印象というかスピード、やっぱりスピードランナーとスキルですよね。一番はラインとしてのスキル、個人としてのスピードだけじゃなくて、リンケージ、連携したアタックが今できてるんで、そこをやっぱり向こうは警戒してるんじゃないかなと。まあ、非常にオーソドックスなことをやってくるような感じはしますよね。ただ、韓国戦も我々がこのスカウティングした中で、実際いろんなオプションを使ってきましたし、想定できるのは 40% をした中では残りの 60% とは対応するかと、その40は非常にオーソドックスなことをやってくるというふうに感じはしてますね。香港代表は、僕もセブンスのプレーヤーやったので、10番のキースでウィングの、ローアン・バーティー、セブンスの選手でよく知ってる選手がたくさんいて、彼ら本当にスピードランナーで、セブンスのフィールドやったらジャパンと、もう今シーズンはジャパン負けてますし、すごい力を持ってるランニングランナー、危険なランナーがいるんで、彼らに多分回してくるのはオープンなラグビーで、ジャパンもそうですし、スピードとアタックで、お互いにこうボールがよく回る、天気もいいと思うんで、ランニングラグビーになると思います。でもスピードでも負けないです。やっぱ香港は日本 のこの過去2年間ほぼ同じようなメンバーで戦っていると思いますし、幸い我々は初めてのチームですんでね、非常なこのなんていうんですか、リスクマネジメントというかね、そういうものが必要になってくるんじゃないですかね。